おはようございます。2011年11月の11日ニューヨーク証券取引所より NYFP TV の伊藤部がお伝えします。イタリアの与野党は10日の昨日、新連立政権の樹立に向け前進しました。また今日ギリシャでは暫定的連立政権の首相にパパデモス前欧州中央銀行総裁が任命されることになります。イタリアのナポリターノ大統領は前日の9日にモンティ元欧州委員を超党派の名誉職である終身上院議員に任命しており、同氏に対してハーグで予定されていた会議をキャンセルし、週末ローマにとどまるよう要請しました。これを受けて当局者は大統領が13日夜もしくは14日にモンティ元欧州委員を首相に指名する可能性があると指摘しています。11日の欧州市場ではこの日にイタリア上院が投資家の信頼回復を目指した財政緊縮法案を156対12で可決したのを受けて、イタリア10年もの国債利回りは低下しました。以上、ニューヨーク証券取引所より伊藤部がお伝えしました。